店に入れない、これが本物のコミショだ。おこんばんは、乙女レニアです。ボッチザロック4話の感想を言いたいと思います。チャンネル登録1000人目指しているのでチャンネル登録お願いします。ギターの練習をしているキタちゃん、今日も可愛いね。課題が山積みの中で落ち込むと思ったら、その分頑張らないとね。キタン眩しい、陽キャ、天使、可愛い、いい子。ボッチと同じ反応してしまったわ。アンデッドの俺らはキタちゃん見てるとほわーん、浄化されてしまう。そして一緒にボーカルしてと頼まれたボッチの反応が可愛すぎるのよ。首をフリ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 ってして、ムム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 ムって必死に拒否してる姿超可愛い。マジ愛おしいわ。ニジカちゃんから作詞の仕事を頼まれたボッチだけど自信がなくて固まる。そこにキタちゃんが、後藤さんすごい、かっこいい、かっこいい、作詞なんてちょちょいのちょいですよ、ちょろーい。友達に褒められることが少ないっていうか、友達自体いなかったボッチだから褒められると超ちょろいのよ。ちょろいんだわ。そして後藤さんすぐ調子に乗っちゃうのね。わ、辛辣すぎて好き。ここでずっとヘラヘラしてんの面白いよね。そして後悔、安請け合いしたことを後悔してる姿もボッチちゃんクソ雑魚すぎて好きなのよ。現実逃避の動画編集はマジ笑える。編集時間5時間っていうのがクソリアルなの。ここで妹に見られて、あちょっとって隠してんのマジ可愛くない？俺ここのシーンめちゃくちゃ好きなんだけど。陽キャのイメージ散々だけど、普段聞かない一人の声が面白い。あとお母さん可愛いな。そして必死に祈ってるお父さんも可愛い。アーティスト写真を撮るために集まった結束バンドたち、ここでオープニングのキララジャンプに繋がってんのいいな。ジャンプにそれぞれの癖が出てて好き。そしてインスタの件がやばすぎる。キタちゃんのインスタを見たボッチが、はわわわわわわ、めちゃくちゃ痙攣するの。死ぬ死ぬ死ぬ、痙攣の仕方が尋常じゃないのよ。インスタを始めるよう勧められたボッチの視界がノイズに、世界が壊れた。ここの悲鳴がやばすぎるし、絵の崩壊ホラーアニメかよ。マジで悲鳴が面白いし、アニメーションもめちゃくちゃ面白いね。そして作詞の件でりょうちゃんに相談するボッチ、お店に入れないのガチだな。なんちゃって陰キャじゃなくてガチじゃん。ヘイ大将やってるの後の空気、俺だったら死にたくなるね。逃げ出すよ黙って。ここでりょうちゃんに歌詞を見せるボッチだけど、ガラス越しのりょうさんマジかっこいい。もう服装から最高にクール。ボッチちゃんらしくない歌詞を見てりょうちゃんは過去話を始める。日常アニメじゃなかったら死亡フラグだったわ。売れるために路線変更したバンドが気に入らなくて辞めた。そんな時にニジカちゃんが誘いに来たんだけど、ここのニジカちゃん太陽、4人それぞれ輝いてていいアニメだよね。そしてりょうちゃんのバラバラな個性が集まって一つの音楽になって、それが結束バンドの色になる。かーいいこと言うね。そしてボッチらしい歌詞を書き終え、最後は自分のベッドで自分たちが写ったアーティスト写真を見るボッチ、尊いなーって思ってたら、どんどん引きの絵になって壁一面に写真がブワー、えへへへへへ、こわー、こじらせてる。やっぱり面白いなーボッチザロック。最後まで動画を見てくれたあなた、チャンネル登録1000人目指してるのでチャンネル登録、動画が伸びる要因になるので高評価、そしてチャンネル登録お願いします。最後に一言言わせてもらうなら、マジで草しか食べてないのね。